ポケットモンスターアスカルト、バイオレットの発売日だね、ライさん。ああ、今から出てる情報をおさらいしていくぞ。ついてこれるか、スモール。もちろん。サービスイッチ。今作の目玉は、なんといってもオープンワールドで変化した点だ。オープンワールドって、ソードシールドのワイルドエリアとか、ポケモンのエリアだった、あれだよね。そうだ。広大なフィールドを駆け抜けながら、3つの物語を自由に紡いでいくことができる。決められたルートがないってのは、今までのポケモンになかったことだよね。それに確か、いろんな人とマルチプレイで遊べるんだよね。ああ。これまであった交換や対戦だけじゃなく、最大4人で一緒にフィールドを探索したり冒険ができるようになった。あとレッツゴー。さすがに知ってるな。今作ではフィールドで1匹だけポケモンを釣り歩けるわけだが、指を指すとその方向にポケモンが向かっていって、道具を拾ったり勝手に野生のポケモンとバトルしたりするわけだ。一層冒険感が高まる仕様だな。ポケモンで忘れちゃならないのがバトル。ということで、今作のバトルの新要素をおさらいだ。テラスタルでしょ？そう。今作のバトルシステム最大の追加要素がテラスタル。すべてのポケモンが使用でき、タイプをテラスタイプに変化させる。どのポケモンがどのタイプになるかわからないってことだね。これまでタイプを変える特性や技はあったが、限られたポケモンだけで見極めるのはそこまで難しくなかったが、このテラスタルは相当苦労することになるだろうな。新しい道具も登場するし、ポケモンもいっぱい追加されてるから、どんなバトルができるのか今から楽しみだよ。そんなポケットモンスタースカーレット、バイオレットは11月18日に発売だ。楽しみだな。みんなもポケモン SV 楽しんでいこうな。